始まりました、はい、杉並ニュース街角ナウ、今回担当のセバスチャンでーす、ね、お願いします。いや、こちらの番組はですね、はい、うん、杉並区のさまざまな場所から杉並区の今を伝える新番組でございます。来ました、ね、新番組一発目の担当が僕らセバスチャンでございますから。第1回目ですよ。どうも6年目の芸人でございます。ありがとうございます。皆さん覚えてってください ね。どうですか、はい、こんながっつりね、ロケすることなんてあんまりないと思うんですよ。いや、本当に初めてですよ。初めてです、僕らね。ロケ初めてなんですけどもね、はい、全く分かりません。もう何がですか、何をしていいか分からないです。いや、何をしていいか別に映ってるんで、体から嗅いだことないような、何ですか、木みたいな匂いが発してますよ。緊張で、緊張で。いや、変だよお前それ。気持ち悪い。動物臭い、臭いもん。動物臭いとか言っちゃダメだから。はい、まあまあ、そんなね、緊張もね、はい、うん、うまくこうかわしつつ、はい、お客様にお伝えできればと思いますので、ぜひともご覧ください。行、はい、きましょう。街角ナウ。さあ、今回は下高井戸3丁目にある玉川上水第二公園に来ています。あ、来てます。玉川上水というのは江戸時代に江戸の町に飲料水を供給するために作られた上水路で、うん、現在は一部が暗渠となって杉並区を通っているんです。あ、飲料水として昔は。そうです、そうです、そこ、ね、今はそのスポーツドリンクが下を流れてる。あ、流れません、流れません。現代風にアレンジされないんで。あ、されないんですか。そうそうそう。あ、そうなんですね。そのですね、はい、うん、あの暗渠の上に東京都水道局から杉並区が借り受けて作った公園の一つが、うん、こちらの玉川上水第二公園なんですね。なるほど。街角ナウ。さあ、というわけで、はい、こちらの公園をよく知るという花咲かせ隊の五十嵐さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけども、その花咲かせ隊というのはどういった活動されてるんですか？あの、杉並区の活動で、あの、公園にボランティアで花を咲かせる、まあ、その管理をするという運動があります、活動がありまして、そちらをではされていらっしゃるということですね。あ、なるほど、すごいですね。というわけで、そのですね、花咲かせ隊の五十嵐さんだからこそ分かるこの上水第二公園の魅力ですか、ご説明でございますか。ここはあの旧玉川上水の跡地が細長い公園になっているところなんですけれども、桜上水という別名がありますように、桜の花が非常に魅力的なエリアです。なるほど、桜が綺麗に、ね、咲いてますからね。はい、さあ、それでは最後にですね、うん、その花咲かせ隊としての PR を一言お願いいたします。はい、あの、地元の人たちにあの楽しんでいただく、緑を楽しんでいただくということで、あの、ここは割と子どもたちの通りも多いものですから、子どもたちに分かりやすい、今の時期で言えばチューリップ、パンジーなどというものを植えて、あの、楽しんでもらっております。なるほど、というわけで、はい、子どもたちにも楽しめる公園作りをしていただけているということでございます。はい、うん、本日は五十嵐さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。街角ナウ。それではここで杉並区役所からのお知らせです。4月12日日曜日、JR 阿佐ヶ谷駅から南に伸びるアーケード街、阿佐ヶ谷パールセンターで第6回阿佐ヶ谷スイングウォークが開催されます。時間は午後1時から5時までです。当日はアコースティック楽器を使ったさまざまなバンドが商店街のあちこちでストリートライブを行います。他にもジャズバンドのパレードやふるさと館での体験ワークショップなども予定されているのでお楽しみに。もちろん商店街には屋根があるので雨でも開催しますよ。皆さん揃ってお出かけください。4月13日月曜日、杉並区役所1階のロビーで区と友好提携を結んでいる日本フィルハーモニー交響楽団のスプリングコンサートが行われます。出演は日本フィルのフルート奏者と弦楽四重奏の皆さん。曲目はモンティのチャールダッシュなどです。時間はお昼の12時10分から12時50分まで。料金は無料で先着100人ほどの定員となっています。心地のいい春の日差しに誘われて優雅なお昼のひとときを過ごしてみませんか。街角ナウ。さあ、というわけでエンディングでございますけども、はい、ぜひともですね、うん、皆さんに見ていただきたい番組があるんです。4月からですね、うん、リニューアルされている皆さんご存知杉並ニュースです。あ、来ました。こちらですね、毎週更新から隔週更新に変わっているんですね。はい、ありがたいですよ。そうですよ、本当にね。さて、うん、今回の杉並ニュースなんですけども、はい、3月28日にリニューアルオープンした区立郷土博物館のご案内と、うん、区と京都の陽明文庫が交流のための覚書を交わしたという話題、そして公演時中の生徒が選挙啓発のための横断幕を作っている様子が流れます。僕は信じません。ぜひとも皆さんご覧ください。流れますか？流れます。